はい、こんにちは、こんばんは、おはようございまっちょ。ということで本日の動画は筋トレ動画がないので料理動画を出したいと思います。と言ってもほとんど編集しないんですけど、ちょっとこの後この辺に料理してるところの手元の動画も出しますので、はい。実は今私はですね、減量しております。はい、3ヶ月間で10キロ落とそうと思って、去年ベストボディジャパンっていうコンテストに出たんですけど、そこから1年かけて15キロ、まあよく言えば増量、悪く言えば太った。はいはい、太りました。で、まあただだいぶでかくなったっていうのと、だいぶ鍛えた、扱える重量も多くなってきたんで、ちょっと今現状ね、自分がどれくらいの体になってるのかっていうのをちょっと確認するために減量しております。はい、別にコンテスト出るわけじゃないんですけど、で、まあそんな減量中なんで、ダイエット食ですよ。はい、ダイエット食を食べているので、まあ参考になればなと。で、今日作るのはめっちゃ簡単、ツナとキノコの和風パスタ、はい、クリーム醤油風ということでちょっと作っていきたいと思います。はい、ちょっとね、音は聞き取りづらいかもしれないんで、ちょっと声張りながら頑張って撮影していきます。音を聞き取りづらかったらごめんなさい。もう本当に編集全然しないんで、テロップとか入れないですけど、はい、めっちゃ簡単です。あの、ただ編集しないんで、ちょっと10分以内に頑張って仕上げていきたいと思います。で、パスタ茹でるんで、ちょっと今お湯を、はい、沸かしております。で、パスタはですね、もう測ってあります。これ 100g です。はい、 100g のパスタ。このまま食材紹介しよう。で、オイル不使用のノンオイルツナ、脂質 0.8g で、タンパク質 14g くらいと、まあ、あと適当にキノコ、お好きなキノコ入れてください。はい、で、あと使うのはこちらの無脂肪牛乳ですね。低脂肪牛乳か。1本あたりで 3.8 なんで、まあ、このツナと合わせても 4g くらい、まあ、これさすがに1本丸々は使わないので、はい、低脂肪の高タンパクパスタということで、はい、ということで、お湯の方がグツグツいってまいりましたので、ここにポンと動画をはめ込んでいきます。はい、でちょっと僕が使ってるのはこれお鍋じゃなくて、フライパンというか、底の浅いフライパン風のものを使ってます。でちょっと、はい、折りましょう。はい、そしてここにズドンと入れていきます。まあ5分くらいでいいかな。普通パスタって多分7分8分くらい炒める、あ、茹でると思うんですけど、味をパスタに染み込ませたいんで、ちょい固めでいきたいと思います。で、パスタに味をね、味というかちょっと塩っ気が欲しいんで、塩入れていきます。これさ、いわゆる一般的に売ってるこの味塩のね、入れ物なんですけど、固まるんだよね、これ塩。すっげえ固まんない？僕だけですか？めっちゃ固まるんで、こうやってほぐして入れるんですけど、パラパラパラっとちょっとだけね、こんなもんでいいでしょう。はい、でこのまま5分間茹でていきます。では、まあ、この5分茹でてる間に喋るか。いや、いや、一旦ストップ。はい、ということで5分経ちまして、茹で上がりました。まあ半分ちょっとアルデンテみたいな感じです。はい、でお湯は残ったものをお湯捨てました。で捨てて中火くらいかな、中火くらいで、でこのままだともちろん鍋とかにくっついちゃうんで、ちょっとだけオイル入れます。こういうスプレータイプの、これはドン・キホーテに売ってるオリーブオイルですけど、スプレーで使いたい分だけ入れられるんで、多分ね、今ので1グラムくらいじゃないですか、多分1グラムないかなくらいです。で、ツナ缶ね、もうツナ缶、これオイルも入ってないんで、中に入ってるこの汁ごと全部入れちゃいます。まあそうすると、まあ多分なんですけど多分ばっかで申し訳ないんですけど、このなんか
マグロですからツナは。マグロの出汁的なのが入って美味しくなるんじゃないかなと思います。はい、よっこいしょ。で適当にこの後はキノコね入れていきましょう。もうこんなのね手でほぐしてあげてちゃえばいいんですよ。もうねとにかくね僕はそんなに手の込んだ料理はしないんで、基本自炊ですけど、まあそんなにね手の込んだご飯は作りません。はい、で僕はですね今繁忙期なんです。仕事がね結構1年の中でも 1,2 を争う忙しいシーズンに入ってまして、結構忙しいんですよ。だから食事は簡単なものがいいかなと。でしめじか適当に手でほぐしながら入れていきます。でキノコはね食物繊維がすごい豊富なんで、お通じも良くなるんでね。減量中ってどうしてもダイエット中とかもそうですけど、やっぱ油取らなくなる分ちょっとお通じ悪くなりがちなんで、こういう食物繊維とか取ってあげるとお通じ良くなってめちゃくちゃいいです。はい、はい、こんな感じ。結構多いように見えるんですけど、まあキノコなんてカロリーないですから、0キロカロリーなんでね。そういうのでちょっとかさ増しじゃないんだけどしてあげると満腹感が増えます。はい、で無脂肪牛乳、無脂肪じゃない低脂肪牛乳、これを追加していきましょう。いやもう本当にね仕事がまあめちゃくちゃなんか忙しいとかそういうわけじゃないんだけど、まだなんかねなんかちょっと精神的に参っちゃう繁忙期って。ね、はい、でこれでちょっと煮立たせると。いう感じでございます。はい。いやもう本当にね、ちょっと言い訳しますけど、明日出る日曜ルーティン動画ちょっとね、めちゃくちゃつまんないと思う。本当にちょっと勉強も全然今週してないし、本当に仕事してジム行っての繰り返しなんでね。でもうましてや、まあ、ネタバレですけど、いつも日曜日から土曜日の6日間の7日間の動画にしてるんですけど、日曜日に関しては丸一日動画撮影するの忘れたっていうね。なんかちょっとね精神的に参ってるわ。珍しく参ってるというか疲れてんだよね。まあ、ただね筋トレするだけでもやっぱりだいぶ癒されるんで、はい、めちゃくちゃ、まあちょっとすいません本当にちょっと動画つまんないかもしれないです。この余った牛乳は普通に飲みましょう。取っといてもしょうがないんで。はい、でちょっとこれで煮詰めてちょっと強火にしようか。でちょっとね水分を飛ばしたいんですよ、うん、で軽く水分を飛ばしてから最後味を整えてって感じです。はい、もうほぼ完成。10分以内にはできなかったけども、めちゃくちゃ簡単でしょ。まあ本当はここになんかもうちょっと野菜ね、玉ねぎとかって言ったけど他は思いつかなかった。まあ入れてもいいんじゃないですかね。まあ、ただ和風の醤油パスタにするんで合うのがキノコくらいかなっていうのでちょっとキノコだけにしましたけど、はい、
ばい、ちょっと本当にすいません、元気がないわ。最近ちょっとね、本当にあのチャンネル登録者数が増えたんですよ、一気に。うん、ここ2週間くらいでどれくらい、多分15人くらい増えたのかな。僕のチャンネルにしてはですけど、結構いいペースで急に増えたんで、本当ありがたい限りなんですけど、はい、本当にありがとうございます。まあ、もしダイエットしたい方は本当に今作ってるこのパスタおすすめなんで、はい、牛乳ってあんま好きじゃないんだよね、なんかそのまま。よし、水分飛んできたね。はい、じゃあ最後醤油で味付けするんですけど、どれくらいなんだろうな。僕料理基本目分量なんで、まあ、ただ大さじ1杯もないくらい、こんなもんでいいと思うんですよ。さあ、うん、こんなもんなんで、まあ、ちょっと味薄いなと思ったらまた追加すればいいだけなんでね、はい。さあ、水分も水気も飛んでいい感じでございます。ちょっと牛乳余っちゃったから、いいじゃん、ま、余らしてもしょうがないからね。はい、という感じで簡単でしょ、もう完成ですよ。はい、出来上がりました。はい、こちら和風のきのこ醤油クリームパスタです。超低脂質、これ1食で脂質 5g くらいかな。でタンパク質は、まあ、ツナ缶で 14g で、パスタも多少入ってるんで、パスタで100グラムあたり多分10グラムないくらいだから、まあ両方合わせて25グラムくらいですかね。はい、完成です。じゃあちょっとお皿に盛り付けていきましょう。下の動画は一旦終わり。よし、じゃあ盛り付けるぜ。はい、どうですか、美味しそうでしょ。でこれ最後にちょっと彩りを加える、彩り、あやどり、アクセントというか、はい、この刻み海苔をね、こうやってパラパラパラーっとかけてあげると、それっぽく、さらにそれっぽくなります。おー、いいね。まあ、海苔なんかもね、ほぼカロリーゼロですから、一袋でだって17キロカロリーだからね。さあ、じゃあちょっと早速いただいてみたいと思います。あ、すっげえいい匂いする。ちょっとすいません、私極度の猫舌でございますので、ちょっとここは早送りさせていただきます。はい、じゃあいただきます。あ、いただきまっちょ。めちゃくちゃうめえわ。でしかもさ、やっぱボリューミーに見えるでしょこれ。いや、これ食べて痩せるんだから、ダイエットなんて簡単っすよ、マジで。めちゃくちゃ簡単。あの、まあ、ダイエットの時は基本的に僕は自炊をおすすめします。自炊の方がこうやって工夫すればめちゃくちゃ美味しくできるし、まあ、似たようなメニューってお店行ってもあるじゃないですか。でもこれ同じようなメニューだったとしても多分油ギットギットなんですよ。パスタって基本的に絡みつかないようにするためにお店で出すものって油めっちゃ使うんで、なのでこうやって自炊をしてあげると自分でね調整できるんで、でしかも自分が好きなものを作れるっていうのはね、はい、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとなんか全然、まあいつもですけど、いつにも増して面白い話が全然できなかったけど、はい、今
ダイエットしてる方はぜひこれ作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいんで。はい、ということで、まあ、一応ね11月くらいまで減量しようかなと。確か8月15日くらいから減量始めたんで、11月の15日くらい、あと2ヶ月くらいはやろうかなと。ただもうすでにね4キロ落ちたんですよ。初めて1ヶ月くらいですけど、ペースとしてはちょっと早いくらいなんですけど、早い、まあ、ただちょっとまだやっぱりねコンテストに出れるほどではないので、減量幅がやっぱりちょっと大きすぎる、これコンテストだとしたら。はい、まあということでちょっとダイエット頑張っていきますので、はい、ありがとうございました。作ってみてください、これめっちゃ美味しいんで。